おかま言葉はまないよって。今は何を VR は無理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 。 VR すごい高いんですよ確か。プレステ4ぐらい高いんですよ。勝手に行こうと思ってたところです。あと松島智子さん広告ありがとうございます。そうなんですか、忙しかったかな。あ、いいえ全然。ならよかった。 VR5 万もすんの。どうです、もう準備が終わった。プレステ4より全然高いんだ。店に行く前にどこかに寄りませんか。あ、行きます行きます。あ、飲みに行ってきます。いいね。時間くらいいくらでも作りますよ。はい、どうです、どうしようかな。行きます。あと PA、 さすがに VR の乙女ゲーはなかなか出ないんじゃない。おかまな。もちろん俺から誘っておいて、はい、無理なんてことはないですからね。はい、行きます。安心してください。よし、迎えに行きますよ。ね、じゃあバス停で、ね、長く一緒にいられます。VR で GS 出したら私 VR は逆に女性向けの方が危険な気がする。トミちゃん無性って何。あの無性っていうのは男の人がいやらしい夢を見て、あの思わずドビュッといっちゃうことです。あの私ね、男はなんか一時のなんか性の憂さ晴らしのために VR を理想、なんかなんつうの、男はなんかムラムラしてる時とか、ちょっとあのなんか性欲が持て余している時にだけ VR を利用して、なんか終わったらパッと脱ぎ捨てそうだけど、女の子の方がなんかあの性欲とか関係なく純粋にあの純粋になんかキャラとかを好きになりそうだから、女の子の方がハマった場合はヤバそう。もちろん迷惑でなければですが。はい、迷惑じゃないよ。少しは俺も運動。男だけどねえよって。ウォーキングは体にいいんですよ。私最近あのちょっと歩いただけでもすぐ筋肉痛なんだよね。私もそう思うわ。夜更かしする分道中くらいは健康的にいきましょう。はい、そうですね。じゃあまた後で。はい、これはやっぱ遠回しにお前運動しろよって呼ばれてんのかな。だいぶやばいわね。ちょっとアリーナ転がった方が早そうねってどういうこと。お、なんだか今日は二人連れが多いですね。今日に限らずそうですけどね。あら、そう。今日の立ち見 B は寂しいわって。今日はやっぱ年末だからあんまり人いないじゃない。ここはホテルのレストランですから、うん、どうしても家族連れやカップルが多くなるんですよ。そっか、落ちるね暗黒面に。でもそう聞いたらここがホテルなんだ。あら、ホテル。気になりますか、ホテル。え、これ私なら絶対これ選んじゃう。私なら絶対一番下選んじゃうけど、これどうなんだろう。これやっぱ失敗かな。気になるが正解なのかな。かな、なんかそうそう、好感度下がりそうで怖いよね。いや、やっぱ気に、そう気になるが正解っぽいんだよね。そう、気になるが正解っぽいんだけど、でもむしろここで。あっ、やだー。めっちゃしらけてる。やだ、めっちゃしらけてる。少し疲れてるのかもしれませんね。めっちゃドン引かれてる。うわうわ、めっちゃ引かれてる。デート楽しかったですね。嘘つくなよ。この後もたっぷり楽しみましょう。私めっちゃ今悲しかった。めっちゃドン引きしてた流星さん。悲しい。こちらへどうぞ。じゃあもう、あ、そうよ、あ、かわいい貯金ありがとうございます。びっくりした、私なんかこれ一瞬あの店長さんがなんかあのツインテールに見えたんだけど、私だけなんか一瞬なんかヒイラギさんがなんか一瞬ツインテールに見えたんだよね。
見えるよねこれね。あれと思って、あ、じゃあはい、あのビーズタルトをビーズタルトを召し上がってきね、戻して機嫌。すごいですか、甘酸っぱい感じですね。せいちゃんありがとう。せいちゃんありがとうございます。すごい、一歩下がって3、ね、3歩すだわ。あー、立ち耳の人もいらっしゃいません。なんすごい、恋の味ってこういうのを言うのかな。ビーズタルトすごい。ビーズタルトありがとうございます。はい、お支払いはいかがなさいますか。さっきの取り返したね。あー、よかったよかった。おやすみなさい、いい夢見てくださいね。見るわ。いや、よかったよかった。でも待って、裏で捨ててるわよって。まあでもそうだろうね。あら、あれ、そういえば流星さんの姿が見当たらないようなねえ。あ、せいちゃん、流星さん見当たらないんだけど。ああ、流星さんなら厨房ですよ。何何何、厨房、厨房。あ、ミキさん、ここありがとうございます。ほら出てきましたよ。お、お待たせしました。お待たせしました。いや、吐いてるのかな、やめてよ。え、厨房ですよ、終わっちゃったの。え、地味にショックなんだけど。今日は店長のバースデーですからね、ケーキを作ってたんですよ。あら、ヒラギ店長。ええ、ティラミスを作ってみました。あなた美容師で髪も切れて着物の着付けもできてティラミスも作れるのねえ。そうですか。うん、すごいわ。そう言ってもらえると嬉しいですね。うん、お菓子は見た目も大事ですからね。すごい有能ね。どうでしょうね、うん、手作りのケーキなんて恥ずかしがりそうな気もしますけど。でもどうせスチルはないんでしょ。そう見えるみたいですね。ホストの必須スキル。まあ、確かに白崎仁もね、ご料理は上手だけど。お待たせしますよ。今来たわ、いらっしゃい。流星さん、配りに行くなら、うん、ここに少しいましょうか。あ、じゃあ頼むな。俺、はい、今日は一人しかお客さん呼んでないんですよ。あら、最後にケーキ持って戻ってきます。はい、一つだけ特別なので。あら、立ち耳、こっちは魔女で料理もできなくて気も利かないのにって。開き直ってんじゃないわよ。開き直っちゃダメよ。こっちは文字で料理もできなくて気も利かないのって言って。気ぐらい聞かせなさいよ。ありがとうございます。それじゃ、また後で。立ち耳、料理練習しろって。お仕事お家でした。ふーん、特別なケーキなんてねえ。流星さんもああいう男の顔することはあるんですね。ああ、聞けば聞くほど政治の声。男の顔って何の話。そのままですよ。うん、ホストの顔じゃなくて。あ、ミートさん、広告ありがとうございます。天の橋一角さんもありがとうございます。やだ、もうからかってないですよ。ただ珍しいなって思うだけで。あ、まあ、こっちいらっしゃいませ。珍しいって何が。流星さんってプロだから、うん、店の中ではホストとして振る舞ってるとこしか見たことないんですよね。じゃあ私にはかなり心を開いてくれてんのね。全然違うって。うわ、他の宅での様子を見たことがないからそう思うんじゃないかな。始まったわ、チームプレーが。あれかしら、あの翼くんはもうあのランキングから外れたから、あの流星さんと連携を組むことに。ね、あの流星さんと手を組むことに決めたのかな。そうなのかしら。気を許してるとは思いますね。出たわ、ライバル、レイさん。声をかけようとタイミングを測っていましたよ、うん、さっきから。あなたにボトルは入れませんからね。悪気はなかったんですがね。びっくりしたね。1位が来たわ、1位が。お詫びと言ってはなんですが、うん、私からも補足しましょう。なになに、あちさん、ここありがとうございます。ちょっと待って。あ、リンゴリンゴさん、ありがとうございます。ATM に群がってきたってやめて。せめて姫でいさせて。あと初見さんいらっしゃいませ。ちょっと ATM に群がってきたってひどいし、ひどいなんか表現ね。かなり素に近いですよ。あら、あら、レイさんまで協力してくれんの。私が言うんだから間違いないですね、うん、
付き合いはないですよ。ATM じゃありません、財布姫。レイさんは流星さんと仲いいですもんね。ねえ、でもどうなんだろう。だから信用していいと思いますね。私この込みだったらレイさんが一番人気な気がするわ。流星さん好きっていう人もき、私なんかレイさんが一番取りそう。なんて言いくるめられてる気がするわ。二人とも何してるんだよ。怯えさせてなんかないですよ。絶対プレイかなって。ちょっと流星さんの恋の行方が気になっただけですよ。あ、そうか、店長さんが好きな人もいるんだ。あ、でも翼意外とみんなバラバラなのね。あ、でも待って、翼くんが意外と多いかも。そういうことだ。劇団カットよって。余計って余計なことは言うなよ。私男だけど流星さんが好き。なんだかテンテルみたい、かわいいな。流星さんが戻ってきたってことは僕は邪魔者ですよね。そうだな。あら、劇団かって、劇団かって。でも店長さんもやっぱ人気、ね、人気なんだね。みんな余計なこと言うからだろう。怒られないうちに退散しまーす。でもそういう不女子営業はいいから。では失礼。もういいから。あら、そうだ、公安は、公安どこに行ったの。公安って初見の人わかんないよね。公安はかなでくんだよね。あいつ何気を利かせてくれたのかな。あら、どこに行ったんだろう、かなでくん。はっ、そんな優しい姫に痛い喉がプレゼント。痛い喉が。急に来るんだもん。スチールあったん。いやー嬉しい。ほんと私基本単発じゃなきゃ嫌なんだけど。あ、私も男だけど流星さんが好き。流星さん男に人気なんだね。ほんとは袴はないのにティラミスはあるのって。袴もほんとならあったのかな、うまくやれば。特別にチョコレート製のプレート付きです。なになに。急に無線のはやめましょうって。俺にとってはあなたが主役ですよ。いや、いつでもね。やだ、何を言って。チョコレートプレートは褒めてくれないんですか。ねえ、見たい見たい。あ、立ち耳初めてはいらっしゃいませ。すごく可愛いです。あなたの方が可愛いですけどね。こんなこと言われたことない。あー、ゾクゾクする。やばいわ。こんなベタベタの褒め言葉だけど、へじゃありません。豚でもへでも豚でもありません。それとも特別なのかな。いやー嬉しい。三種市長じゃありません。あんなベタな褒め言葉だけど超嬉しい。三菱東京銀行言うATM さんがとうとう。すごいね、とうとうATM さんが広告してくれたらありがとうございます。手数料引き下げてください。携帯電話電話する、流星さん。身が出そうな音だったもんね。流星さん、そう、交換のみたいね。あ、わざわざ電話くださったんですか。うん、なんだか悪いな。あ、ちょっと反応が違う。書き直しましょうか。ええいい。すみません。いや、いいよいいよ。ありがとうございます。このゲーム古いのかしら。結構古いはず。最近はどうですか。何年前だろうね。俺の方は昼も夜も忙しくて充実してますよ。え、私お菓子作りとカッチェしかやってません。お菓子作りとカッチェしかやってません。疲れるんですけどね。なんて言うんだろうな。悪い疲れ方じゃないんですよね。うん、うん、まあ、今日は抜いてません。これからできます。ないんで、そこは気をつけますけどね。もう年のことあんまり言わないで。そちらはどうですか。あまり無理してませんか。してないわよ。もし何か悩んだり困ったりしたら、いつでも言ってくださいね。今日私に話しかけてくれた人は2人だったんだけど、
あ、富江ちゃんいたっていうつぶやきがあのその倍ぐらいあってじっと見られるの恥ずかしいんで、だったら話しかけてください。どんどん。あ、なんで抜くの？聞くことしかできないけど。なんで抜くのってそんなの？それだけでも楽になるとは思いますから。なんで抜くのってそんなの、今日の戦利品に決まってるじゃん。私の今日の戦利品5000分全部18金よ。あ、奈良の大仏さん、ここありがとうございます。私の今日の戦利品18金しかないよ。あ、ニコさんもありがとう。またお会いしましょう。はい、では。じゃあね、声かけて。あら、優しかったわ。もう作れるプレゼントはないから、じゃあまあ、あ、好感度見ましょう。5000円しか使わなかったの、多分5000円ぐらいしか使ってないんじゃないかな。うん。おすすめのサークル教えてって。私が言うサークル全部ゲイ向けサークルだからね。あ、ギリ80、なんとか好感度80いったわ。うん。あ、前に新宿バスタマイルでトミーちゃんポイントいたわ。それ私かもしれない。あ、5000円って少ないか。まあでもそっか、他の人に比べたら少ないよね。カノオ姉妹見れなかった。カノオ姉妹見れなかった。見たかったけど。え、かなでちゃんゼロ。あ、ほんとだ。公安ゼロじゃん。流星さん、あ、まだまだわからないこといっぱいあるのね、私。BGM が変わったね。よし、じゃあ、ゆっくりするか。あ、みんなに、あ、もう下げないように、そうだね。もう下げたらダメだね。カノオ姉妹はジョジョ本を買いに来たのかな、と。3日合計7万、すごいな。すごいわね、7万って。あの島は30万。でもそうだよね、札束と500円玉の棒金持ってたもんね。じゃあ、あ、森田さん、ここありがとうございます。お菓子、おやすみ。あ、黒柳徹子さん、ここありがとうございます。で、買って、よし、こんな感じで。カノオ姉妹って不女子なん？あ、違います。カノオ姉妹は不女子でありません。あの、今日もほんとね、あの、世の中にはね、あの、考えることがね、よく考えるなと思う人がいるんだけど、あの、カノオ姉妹はあの不女子じゃなくて、あの、ファビュラスです。ほんとね、世の中にはほんとうまいこと考える人たちがいるんだなと思って感心ちゃいました。私ツイッター見てて、うわ、うまっ。あ、可能しました。2300ポイントってあなた広告価格は全部ファビュラスね。今日ファビュラスっていうのはなんかね、思ってたんです。もう今日なんだろう、素晴らしいとか、パーフェクトなとか、なんだっけ、賞賛に値するとか、とにかく素晴らしいって意味だし、ランキング、まあこれまだ反映されてないからかな。検索、私もしちゃった。ファビュラスってどういう意味だっけと思って。いつもの席、はい、確保済みですよ。でもこれまたちょっとお金使わないとさ、あれよね、お金使わないと1位できないかもしれないから、じゃあ、あえてもうシャンパンコールが飽きたんで、シャンパン以外振るっていう。シャンパン以外全部っていう、あの、謎の注文を。とみちゃんもかなりファビュラスボディよねって。これはまた、こんなにたくさん入れていただいたのは、ファビュったのねって。久しぶりですよ。こんなに飲めるかな。なんて冗談です。すごいって、こんな飲めんのかな。あなたからいただくボトルですからね。はい。なんとしてでも飲み切りますよ。仕込めファビュラス出っ放し。ありがとうございます。わーおー。本日のお会計はこちらになります。まだでも足りないから、貢ぎ額が。楽
頼んだお酒ってホストが全部飲むの？この後は空いてますか？飲む。飲んだふりとかなのかな？あ、シャンパン必須？シャンパン必須なんて条件があるの？食事でも。いや、行きますけど。あ、シャンパンが必要とかあるんだ。どうしても麺類が食べたいんですよね。1月でも伸ばしたらダメ。あ、やばいわね。大丈夫です。麺類。屋台のラーメン屋に連れて行ったりはしませんよ。あ、でもこれ前見たかな？もちろん。どうします？いや、行きます行きますけど前見た気がするわ。それは全部飲むけどトイレで全部吐く。場所が場所ですから、ね、いや、あとファビラさん、ここありがとうございます。小林幸子さんもありがとうございます。それは秘密ですよ。はい、じゃあまだ貢ぎが足りないね。楽しいかなと思いましてね。はい、サプライ。さて、あ、全部それが結構有効なのかな。あ、実家から、実家からこの放送見るなんて度胸あるわね。あ、前来たよね。ご飯物ってリゾットぐらいしか見たことないな。あと1回プラチャで安泰。あ、そうなんだ。そうですね。そもそもイタリアンの場合、同じく実家。あ、け、あ、そっか、みんな帰ってるか。あ、こんなに実家いるの。待って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 、家族で テレビ代わりに見てますって大丈夫？ねえ、あの、実家で一人で見てる人はいいんだけど、あの、家族でテレビ代わりにこれ見てる人大丈夫？あ、家族ではない。日本人のイメージするライスに近いんじゃないかと思いますよ。みんな偉いでちゃんと実家帰ってるんだ。ねえ、フルコースだと食前酒から始まって前菜があって、一皿目にパスタやリゾット、あー食べたい、二皿目に魚、兄弟で見てたりするわって。その後に付け合わせの野菜、あら、盛んな時期にこんなこと見て大丈夫かしら。感じですから。あさとくんと見てます。夢から覚めなさい。でも無理ですよ。若い頃なら食べきれたかもしれませんが。職場で見てますって。すごい、私ね、兄弟で見てる人や家族で見てる人や職場で見てる人に対して、あの、無声の説明をしてたのね。ねえ、うん、でも関西だとお好み焼きでご飯を食べるって言うじゃないですか。ねえ、私も好きよ、お好み焼き定食。きっとあれの外国版みたいな感じなんですよ。はーい。じゃあ、家なき子で、家で一人ぼっち。ラーメンとチャーハンを一緒に頼むのも昔はやりましたけど、今はもう無理だな。帰省中の高速バスから見てるわ。あ、くせつこさん、ありがとうございます。俺も最近あれができるのは若い証拠だな。じゃあ、なんかすごい下品な言葉言いたくなったね。そうですね、案外世界は狭いのかもしれませんね。はい。もう流星さんの話全部全部すっ飛ばしちゃったわ。ラーメンチャーハン美味しいよね。あの、何このシリアスな、何、キャッ、突然後ろから手首を掴まれた。怖い。何、あと5分、え、もうあと5分。あら、早いわね。もうそんな時間。割とあっという間ね。じゃあ延長します。はいはい、 OK です。よし、誰誰誰、なになに、あ、出たわ。もう近寄らないって言ったじゃん。どうしよう、早く逃げなきゃ。驚かせてすみません。少し話を。何？話すことなんてありません。待ってください。何よ、この間何したか分かってるんですか？そうよ、そうだ、この人ナイフで刺したのよ。そうだ、思い出した、この人私をナイフで刺そうとしたのよ。あの時は切羽詰まっていて。いや、お前、切羽詰まったかって、刺すなよナイフで。この人ますます痩せたみたい。カンバラに、はい、いや、流星にこれを渡してほしい。お、この包みは何ですか？渡せばわかる。はい、俺はあいつに合わせる顔がない。犯罪者じゃね。どうしよう、え、白い粉だったらどうしよう。あ、お蝶夫人さん、広告ありがとうございます。え、どうしよう。どうしよう。え、ピーピーノリピーだったらどうしよう、本当。何このブツ、何かされなかったか？大丈夫、あの人ひどく痩せちゃって。
歩くのもグラグラしてるくらいだったから。リベンジポルノ。よく顔を出したもんだな。本当よね。怖かっただろ。あ、優しい。怖かっただろ。いや、全然怖くなかったけど。ねえ、すっごい怖かったうち。すっごい怖かったよ。そばにいなくてごめん。あら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 。あらあらあら。あ、仕事納めとはさいだ。ここからありがとうございます。美佐子お帰りって。あの人多分流星さんのいない時を見張ってついてきた、近づいてきたんじゃないかな。流星さんに合わす顔がない。あ、そうだ。安田美佐子浮気されたって言ってたね。そうだそうだ。旦那に不倫されたんだ。これは。お。200万円。あれ？あ、ファビュラス。まだファビュラス出てた？はい、じゃあこれで消します。え、これ全額かな。借りたお金を返してきたってこと？そうみたいだな。うん、返すなんてただの口約束かと思ってたけど。おうおうおう。手紙には何て書いてあるんですか？今まで借りたお金は少しずつでも返すと書いてある。あ、それと、じゃあまだまだ全額じゃないんだこれ。何？リベンジポルノ。あと酒井のりこさん行動早いから。はいはい、のりぴありがとうございます。僕アマゾンの選手さん、のりぴさんありがとう。ダブルのりぴじゃねえか。何書いてあったの？まさか。まこっちです、いらっしゃいませ。子供の手術代だったなんて。いや、あらー、え、そう来る。ちょっとちょっと、立ち見 A の人ぶち壊しじゃん。立ち見 A のコメント、これ思ったんだけど高額医療費援助降りたかったのかしら。リアルすぎるって。そうよね、高額医療費援助。あ、まずはここありがとうございます。そう、確かにそうよね。10万超えたらなんか20万以上だっけ。ずいぶん大変な病気だったらしい。あの子がそんな目に遭ってるとは。立ち見え切れてるな今日。会ったことあるんですか？ちょうど8万以上で戻ってくるんだ。俺が世話になってる頃に生まれた子供でね、会ったことはないけど、うん、よく写真を見せられて。まさかこれもチームプレイじゃないわよね。遅い子供だったから、うん、可愛くてしょうがないって感じで。ずるいわよそんな。そんな理由だったら言ってくれればよかったのに。ねえ、いや、あれかしら、逆にその子供が理由って言ったらもう流星さんが逆にじゃんあのお金貸してくれちゃうからって遠慮したのかな。気づいてあげればよかった。いや、あの時、うん、少し気にかかった。あ、チャイさんここからありがとうございます。大切な人が危険にさらされる気持ち、お前に分からせてやるって言ってたのが。そう、でも刺されたのよって。そうだよね。そこに通じるの？ここで ATM の出番じゃないって。私？あ、何？ここで私に出ろと。この20代前半にして2000万円のね財力を得た私が出ろと。俺はそんなことより、うん、あなたが大切だったから。あ、ありがとう。でもそう、刺すのはあかんよね。子供のためだと言っても、うん、あの男があなたにしたことは許されることじゃありません。まあそうなのよね、うん、確かに。あんなことに巻き込んでしまって本当にすみません。いえいえ、そんな。ありがとう。でもあなたを巻き込んだのはやっぱり俺のせいですよ。がんワクチンだったら毎月100万マジでそんなかかるの？手術成功したそうです。あ、よかった。あら、よかったわね。あ、バッドエンドじゃなくてよかった。よかった。あの男。うん。いや、小暮さんもきっと子供のために立ち直ってくれるはずです。ねえ、あ、よかったよかった。ゆずるさん、ここからありがとうございます。あ、なんだ、ちょっといい話だったのね。
ブラックジャックさん、ここからありがとうございます。のりことアスカのシャブゲームってすごい。びっくりしちゃった。いやすごいね。ちょっと苦しいよ本当。いやすごいわ。のりことアスカのシャブゲームって結構もう歴代トップ3、まずトップ1に入るぐらいの。ダメだ本当。いやめちゃくちゃ今私目を疑っちゃった。すごい頃の良さと。いらっしゃいませ。お待ちしてましたよ。あー苦しい。あランキング、あまだ変わんないよね。